まずはご経歴をどうぞ松本さなえ46歳埼玉県から参りました最終学歴は千葉工業大学大学院を卒業現在は会社員として都内の会社でシステムエンジニアの仕事をしながら合同会社きらめきエージェンシーの代表を務めております500万円融資でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は観光都市日光から和のパフォーマンスを世界に広めたい 千葉県の大学と大学院を卒業しまして自動車メーカーで車両開発の仕事をしておりましたが IT の仕事にキャリアチェンジをしまして20年ほどのシステムエンジニアとしての経歴がございます2021年の7月に合同会社きらめきエージェンシーを副業として立ち上げまして2022年5月に日光の東照宮の近くで劇場を開業いたしました今年のお正月からちょっと事情があって公演ができておりませんけれども今月末4月の29日 9日から公演再開が決まっております簡単に事業プランを教えてくださいはい、日光東照宮の近くの劇場日光もみじ座で世界中からやってくる観光客の皆さんに大衆演劇をはじめとする和のパフォーマンスを届けたいというのが今回の事業プランになります大衆演劇の既存のお客さんを迎える形ではなくて観光客の方を主に相手に興行を打っていきたいなと思っていますそもそもこの日光にこの需要、はい っていうのはあるんですか、はい、このパフォーマンスをするはいあの競合としてはですねあの日光って日本で3番目に広い都市なんですけれども映画館って一箇もないようなあのエンターテイメントにはあの枯渇しているような場所なんですね劇場としてはそういった形なんですけれどもエンターテイメントとしては日光江戸村さんっていうのが近いのかなと思っていますなんか大衆演劇のなんかイメージはつかないですけど<っ>そういったのがどんな感じなんですかはいえっとこういった形でですねあの おじいさんとかおばあさん向けの,あの演歌で踊るってイメージを持たれている方もいらっしゃると思うんですけれどもこういったちょっとフードのついたようなきらびやかな着物があったり演奏をしたりとかですねかぶいた衣装を着て踊ったり、ま、女形で踊ったりっていうところを、ま、主にやってましていろんなゲストさんとのコラボが可能なもうエンターテインメントのごったにみたいなものが大衆演劇になります。大衆演劇のの出身の著名人ととしてはサウトメタイチさんですとか あと梅沢ととさんいいいう方がいらっしゃいますただ日本人向けじゃなくて外国人向けそうですね。ということですよね、はいあ。でも日本人のお客さんも大衆演劇知らない方が多いのでやっぱり観光地でその大衆演劇を知らない人たちの入り口になりたいというところは考えています。これ2022年の5月から始めて5月から12月まではどれくらい売り上げが立ってたんですか 売り上げは、えっ、ー、と、いい月で60万円くらいしか経っておりませんで、で、その理由としては、あの、 っていうところには入っているんですけれども観光商談会にお声掛けいただくのを忘れていましたというふうに言われてまして観光会社旅行会社とつながりがなかった状態でした、うん、ただこの1月2月で数十社の国内外の旅行会社とつながりがありまして営業活動っていうのを続けております大体どれくらいの月の売上り上げと粗利になりそうなんですか、はい、秋とか冬に向けてのツアーの企画が今動いているって状態なのでまあ、正直夏ぐらいまでは赤字になるんだろうなというふうに 考えています夏は大体いい300万円くらい売り上げはいでこの10月にツアーの売り上げが立つようになってくる初めのところでは430万円くらいっていうのを考えています300万円売り上げの時はどれくらいの利益、はい、6万円くらいのマイナスになるのかなというふうには考えています夏の感じでは、えー、と利益がもうロ円に近い状態であ<ー>、はい、あじゃあ大体経費が300万ぐらいかかるってことですかそうですねはい 秋は、あの、売上がだいたい六十万円くらいっていうのを見込んでいます。ん、利益です。利益、利益です。だから、はい、まだ四百万ぐらい売上に当たって、六十、はい、万ぐらい利益が残る。そうですな,なるほど。劇団さんの出演料っていうのが、あの、チケット売上から公演経費を引いて、折半という形なので。売上げれば、売上げるほど、こう、出演料っていうのが高くなっていくようなシステムになっています。十一、十二、一二三とどんどん追っ。っ 来てっちゃっているのは10月っていうのが日光の観光のピークになりまして冬っていうのはあの雪のシーズンになってしまうので観光客の足っていうのがガクンと落ちて半分くらいになってしまったりします劇場を経営されてるってことなので劇団を持ってるってわけではないんですよねそうです箱を運営してるってことなんですねはいでもそんな箱を持とうと思ったっていうかそ,、はい、そ,のそこまで心を動かした理由って何なんですか そうです、ね、あの観光地にあるその観光客を相手にする劇場っていうのはないなと思っていてビジネスとして面白そうだと思ってあの頑張っていますし今日光でこの劇場を開業した後に地元の方とつながりができてきて助けてあげたいとか一緒にやろうっていうお声かけをいただくにあたってもう本当に頑張ってやっていこうと思いました。もとこもとこの大大衆衆演演劇劇がお好きっってででですかはコロナ禍で出会ったエンンターテイメントで 興行ができなくなった。役者さんっていうのがライブ配信の方に乗り込んできて、そこで知り合いました。旅役者さんなので、こう1ヶ月ごとに場所を転々として興行していくので、トラック代が売上よりも大きくなってやればやるほど赤字なんだよね。みたいな話を聞いて、じゃあ劇場を持ってやれば。 あのうまくいくんじゃないかなっていうお話で最初にやっていた劇団さんと一緒に劇場を立ち上げたっていうところがきっかけですじゃあもともとはこうご自身だけじゃなくて、はい、その一緒に劇団ありきで始めたってことですね出演する方はじゃあお金かからないただで使えるってことなんですか出演する方にはその売り上げから 経費を差し引いた残りのセッパっていうのを出演料としてお支払いする。そういうことですね。はい。全然わかんないんですけど、見たことなくて、想像があんまりできないんですけど、これ男性だけってことですよね。劇団は女性もいるんですか？いますいます。そうなんですか。へえ。さっきの子供もいましたよ。そうです。子役もいますし、あの男性が女性の形で出てくるオナガと。イメージ的に宝塚の反対版みたいな感じなのかなっていう勝手な。全然違うんだ。最終演劇だ。 まあわかんないですか。わかんないです。んか男性がはあの女型じゃないですか。だからなんかそう決まってるわけじゃないです。女型もいるけれども普通の人もいるし。だから女性が出てるってことを知らなかったです。あ、そうなんだ。女性が男性出ることもあります。なんとか一座っていうわけで家族で動いてる人たちもいるので、子供も当然いますね。はい。ざっくり言うと一年目ははい四百五十万の赤字で二年目になると二百三十万ぐらい儲かってはい三年目は五百七十万儲かりますとだから一年目をなんとかし 残るために500万円貸してくださいっていう話ですもんね今日はい。そうです。今,です今まで赤字だったなその何でしたっけそのはい旅行会社とのつながりが要は持てなかったので、はい、ツアーバスが引けなかったと。ああ。で今後は引けるようになるから、はい、黒字になる見込みが結構硬いっていう認識でいいですか。そうですね。ツアーバスってワンバスで来るとだいたい40人でリッチなバスだとそれでも20人来られるので。 それがまあ一日一回二回来るだけでもだいぶ違います。あんまりその旅行業界分かってないんで、はい、その中旅行会社のツアーバスが来る。だけでそんなに集客困んなくなるのかなみたいな、はい。結構近隣の店もそのツアーバスありきで営業している部分もあって。<ー>例えば修学旅行のシーズンはやっぱり修学旅行のお子さんに受けそうな施設っていうのはすごく受けてます。もうそのツアーバスのパッケージでもう販売していくってことですか。そうです、うん。もうそれは決定してる。 はい、あの三社、あの企画に動いてくださってます。あの、そう、ツアーの中に入ってるってことは、おのずとも、その四十人なら、四十人がもう必然的に、その。かっを見るわけですよね。一、はい、人千三百円なら、四十人で、五万円ぐらいの売り上げは一旦立つっていう。話だねこんなに、しかし、安いんですね。安いんです。この公演の費用が普通の劇場さんですと、千八百円前後で、三時間とか、三時間半やるんですね。 ただ劇場が東照宮の近くにあって観光客が空いてっていうと東照宮を見る方は3時間半って足止めとてもできないので1時間の公演をトン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 と打つ形でちょっとお安く円でってていいうことを考えています世界から人が来るってことは何かこの翻訳機能みたいな。 もうあそこつけてるってことですか、はい。スマートスピーカーをちょっと使ったりですとか、劇団さんにも簡単な挨拶っていうのをご案内していこうと思っていますえ。松本さんなんでなんか劇場のオーナーに,になられたんですか。はい まあなんかどういうジャッジでその始めたのかなっていう <laughs> エンタメ自体はすごく好きであのライブ配信でその劇団さんとつながって一緒にやろうかっていうところでその背中を押してくれる人もいるっていうところで始めたのがきっかけになりますね儲かりそうだからってことですか面白そう、まあ、面白そうですねこれ自己資金でやったんですか自己資金です今までの貯金とかですか。 そうです。この一緒にやられてた方たちは出してないんですか?。出してないです。あ、そうなんですね。はい。<laughs> それはなかなか思い切った感じで。あの共同経営とかって、あの揉めると面倒くさいっていうのがあると思っていて。<laughs> そうですよね。頑張って一人で出しました。ちなみに、あのよろしければ、どのぐらい自己資金投下されたんですか?。マンションを二部屋売ったんですけど。<laughs> えー、<laughs> そう、え、そもそも二部屋持ってたんですか?。安いのを持ってました。プラス、あの貯金とか。 入れて広告から一千万円借り入れてっていうか結構の数千万入ってるってことですよね,すよねいえ二千万も言ってないです <laughs> でもでもまあまあまあ、はい、でもねあの今まで一度も起業もされたことない会社員だったのに、はい、いきなりそれをぶっこんだってことですよね言葉汚いな <laughs> <laughs> 本当にそんな感じですよね <laughs> ちょっと興奮しちゃって <laughs> <laughs> その一千何百万ってどれぐらいの期間でどんなことに使われ でなくなっちゃったんです。えっとですね。まず不動産の契約で、やっぱり家賃の何倍、保証料とかっていうのもかかってきますし。うん、劇場ので、舞台の工事をするのに、数百万円くらいかかっています。劇場作りにお金、今まで突っ込んでたみたいな感じなんですよね。そうですねじゃ、ここで何かお金なくて。はい やめちゃったらすごいもったいなかったねっていう話になります、ねはい。そうなんです。だってまだ返済も全然ありますよね。ありますあります。ますね、そうですよね。なんかすごい行動力だなと思うんですけど、何が操作したんだろうな。キャッシュフローが悪化してるしててもう見込みもほぼほぼ勝てる見込みがあるみたいな感じですよね。あ<の>まあ要は硬い堅い,<や>いってことですよね。そ,そうです。堅いってことですよね。はい、だから本当にキャッシュフローが悪化してるし,ゃしてるだけっていう認識で大丈夫ですか？ですはい。旅行会社つなげてますので。うん もう旅行会社頼みのビジネスって、はい、まあ僕もともと旅行会社とかやってたので、はい、めちゃめちゃそこのリスク分かるんですよね。はい、なんで本当にそのバスのルートが変わっただけで、でね、お土産物屋さんなくなっちゃったりとか、はい、劇場なくなっちゃったりとかって全然するじゃないですか。特にタイとか観光立国だったりするんで、はい、だからそうするとでもその、その、もう旅行会社、 次第になっちゃうので、当然どんどん叩かれていくし、はいはい、そこになんか切られちゃったら終わっちゃうし、みたいなところがあると思うんですけど、なんか旅行会社以外のその集客方法があるのかっていうのと、あと旅行会社どうやってうまく付き合っていこうと思っているのかっていうのをちょっとお聞きしたいですね。 はい、旅行会社以外の集客方法っていうのはあの劇団さんにちょっと頼る形にはなるんですけれども6月7月に日光で生まれ育った役者さんのいる劇団さんを呼ぼうとしてましてで彼らは全国を回っているので全国にお客さんもいますし日光で生まれ育っているので地元の集客も狙えるっていうところを今はちょっと狙っているっていうのがあります。 で特に富裕層に向けてあのリツ・カールトンであったりあの会員制のリゾートクラブであったりって宿泊施設であの宿泊の受けはできてるんだけど観光コンテンツがないっていう課題がありましてちょっとそこに入れたらなっていうふうに考えています。 はい。いいかもしれないですよね。はい、集客の仕方次第なのかなと思っていて。で、でこういうなんか伝統芸能って、はい、あ、まあ、こちちにも書いてあるんですけど、多分その、谷町がいないと多分持たないと思うんですよね。そうですね。なんですけど、やっぱりその、ある程度その自走するビジネスにしていかないと、なんかずっと誰かが、こう、はい、谷町的にお金をずっとかけ続けていくってなかなか難しいので、なんですけど、なんか、あの、こうで出さないと本当このなんか芸能が失われちゃうのは、はいはい、すごく残念なので、はい、ちょっと取りあえず 200万ぐらいかなと思ってまして。で、集客大丈夫かっていうところを、あの、しっかりこう、っていうのが多分これ、集客がうまくいかないと、はい、結局借金重ねて、返さなきゃいけないお金が増えて終わっちゃうんですよね。なんかそうはなってほしくないので、全、はい、出しはあえてやめてるって感じなんですよね。はい。安藤社長から200万円出ました。ありがとうございます。一言で言うと、集客が改善することで、事業が、はい、あの、まあ、健全になるっていう、まあひ、一言ですよね、簡単に言うと。はいはい と手を組むことで、はい、なぜ集客が、はい、あの健全化されるかというか増えてくるのかというのはまだちょっと具体的に全然分からなくって、はい、どこかのホテルの担当者とお話ができたとかそういういものあったりすするんですかホテルの担当者ともつながりはあります。 で要は出張公演というところを夜公演に合わせてやっていこうと思っていて鬼怒川の温泉の方に営業に行ったりですとか近くの高価格帯のホテルに営業に行ったりというところをやっていたりしますので集客というよりは今度は出張公演のお話で営業をかけているような話にはなっちゃうんですけれども。今のの森社長への回答は旅行ツアーと のツアーに組み込まれたたって話じゃなか違違う今違日う違う違うは劇場を持ってて例えば1部2部3部やった上で夜はその温泉宿とかに出張で行きますよとそ,うですそのためにホテルの従業員と、はい、え連絡を取り合えればそれができますよって話だよねそうですそ。それは多分そのお答えなんですけど森社長の質問ってそのなんでその集客が改善するんですかって質問に対しては旅行会社とのツアーに組み込まれたからじゃないんですかありますし 季節に合わせてイベントをやっていくのでもちろんあのルートを回遊するような地図と一緒にパンフレットに載ったりとかっていうところで,です,、ね、すごい前向きな活動はすごいこう聞かせていただけるんですけど、はい、具体的にファクトベースで、はい、ここのルートが今決まりましたとか3件打ち合わせの中で1社はもう決まりました、はい、そうすると三分のセ3 3ぐらいのヒット率で関係者さんからの協力を得られてますとか、はい、もう少しちょっと具体的な話が聞きたくて。 はい。なんか確定ベースがあるかって感じですね。なんかこの旅行会社契約ができて、はいはい、えっと週3回はこれぐらいの規模のバスツアーでお越しいただけるみたいですみたいな。 みたいなんかある程度、はい、なんかベースの収益が見えてきて、はい、それ以外になんか他からの紹介だったりとかこうポロポロ入ってくる、はい、まあ僕ちょっとその業界詳しいんですけど、はいはい、なんで、まあ、そういうところから引っ張ってくるみたいな感じだったら、はい、結構見えるかなみたいな感じなんですよね、はい。今決まってる動きとしてはもう本当に旅行会社さんとのお話になるんですが3社とのバスツアーの企画っていうところが決まっていて。決まってるんですね。 同じ質問なんですよ、す彼女ちゃんと言ってるんですよ、なかなかイメージが湧いてなくていやだから彼女は、もうずいぶん早い段階で、このことを皆さんにもうお伝えしてるんですね、だから、なんで同じ質問するのかなと思って、ね、ちょっとイメージ、ずっとすみません、分かんなかったですいや、イメージじゃないんですよ、ちゃんと言葉にして、バス会社とは3社も契約が済んでいてっていうことを、彼女は言ってらっしゃるので、だから、<の>どれくらい数字になりそうかも教えてくれてますか 数字になりそうっていうところはやっぱりあの企画の段階なのでまだ見えてはいないんですけれども例えばであれば毎日日光に来るツアーを打っているので、まあ、毎日来てくださるようなツアーで予約が入るのであれば結構な集客につながるだろうなというところまでですね今は。